前田川勝郎は、岩手県江差し稲瀬出身で、高砂部屋に所属した大相撲力士。大相撲の黄金時代の一つである、白鳳時代に活躍した力士の一人である。本名は、高橋勝郎。最高位は、西関分け。現役当時の体格は170センチメートル、117キログラム。特異種は、左四つ、寄り、月、押し、実家は農家。 地元の草相撲で活躍していたが、中学2年生の時上京して高砂部屋に入門し、1952年9月場所にて13歳で初土俵を踏んだ。1954年春までは中学に通いながら相撲を取っている。走るのは非常に苦手であったようであり、本人曰くみんなが行くのの半分とのことであった。入門時の年齢がとても若く、 また小柄であったので、前相撲で6連敗するなど最初は出世も遅かった。しかし、20歳の頃からは、体もでき、以後は、持ち前の激しい突き押しを武器に徐々に昇進していった。1961年5月場所7日目に行われた、高砂一門座談会では、推しの一本気さについて言及されている。1960年1月場所後、21歳で、新十両に昇進。 重量は負け越しなしで4場所で突破し、同年11月場所で新入幕を果たした。特幹小僧の異名を持ち、入幕後すぐに幕内上位に進出した。1961年3月場所では、同部屋の先輩である横綱、朝潮と最後まで優勝を争い、12勝3敗と大きく勝ち越して、初の3勝を受賞。7月場所では最高位となる西関分けに進み、 その場所優勝した大関、大砲を破るなど奮闘したが、7勝8敗と惜しくも負け越した。小結に交代した翌、9月場所では、初日に大関、柏戸、4日目に、再度大砲を破ったがそれ以外は全て負けて2勝13敗に終わるという珍しい星を残している。幕内時代には、人参、みかん、卵、牛乳を、 ミキサーで混ぜた高カロリーのドリンクで体を作っていた。体作りが功を奏したのかその後もしばしば上位陣を苦しめ、1964年5月場所では4日目に横綱、大砲の連勝を34で止める主君の星も挙げている。しかしその場所も3勝12敗と大負けしたように幕内上位での成績にはムラがあり、その後はだんだんと上位での活躍もなくなっていった。 上位にいた長身の力士たちに弱かったのも、上位での活躍がなくなっていた要因といえる。1965年11月場所を最後に重量に下がり、1967年3月場所では東重量15枚目の地位で9勝を6敗と勝ち越した。しかし、場所後関取りの人員を16人削減する。番付削減が完工された煽りをもろに食らって、翌5月場所。 ににも西幕した筆頭に下げられてしまった。5月場所では解禁したものの2勝5敗と負け越し、同場所限り、上がり下がりが早いよと言い残して28歳で引退。年寄り名跡を得られなかったため、引退後は、日本相撲協会に残ることはなかった。その後は、東京都杉並区内のスーパーマーケットに勤務した後、郷里に戻り、岩手県経済連の水卓配送センターに勤めた。 1998年11月4日、肺がんのため、岩手県水沢市内の病院で生去。去年59、元を担いで、下の名をたびたび改名し、活郎は、活だろうと読めるからダメだと、活ツにしてみたり、それでも足りないと、活一文字にするなどした。なお、前田川の執行名は、道部屋の大先輩、大田山も従両昇進前に名乗っていたことがある。 ABCD ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、高佐護部屋 P19。ABCD ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、高佐護部屋 P56 から59。ありがとうございます。